際耐えきれるのやろうか、この瓶は。自給自足の村の学校、ハリー村、村長だっぽい。ふさこだっぽい。はい、はい、皆さんこんにちは。はい、ふさちゃん、今日の自給自足は何をするが？はい、今日は、たぬき油の生成をしてみよう。してみよう。はい、台所に場所を移しました。フライパンね。ふさちゃん、たぬき油生成ってどうやるが？はい、はい、このたぬきから取ったこの油ですね、これをはい、フライパンで入れて熱して溶かしますね、うんうん、で液体になった状態のたぬき油をこういうフィルターを通して不純物を除いて精製してこういった瓶で保存することができますというのをやっていきましょう。はい、そうやね。まあそのまんまやね。わかりました。じゃあやっちゃこう。はい、行ってみよう。行ってみよう。わあ、いっぱい取れたね。取れてるね。すごいですよ、このこれこれがタヌキの油。うん、じゃあいきます。はい、どんどんやっちゃう。うん、あと待ちます。うん、ずっとこのままでもいいような気もするんだけど、ちょっと映してみたいと思います。耐えきれるのやろうか、この瓶は。やっぱやってたんじゃない？ほら、いや、今変な音したね。やっぱ計量カップ一回入れた方がいいやろ、これ。ほら、あかん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 、あかん、これせっかく貯めたもんが。鍋みたいな方が良かったんやな、逆に。鍋入れたんやな。せっかくこれ、あ、ほら、あ、もったいない、もったいない。浅はかでした。ちょっとどうしたらいいのこれ。うわー、下から抜けている。おい、
ごい。でもなんかほら見てこのこの水をはじく油ねえ、これがたぬき油の香料だからね。すごいよね、うん、これはほらなんか肌にいいんじゃないツルツルに、うん、あの肌荒れ防止にすごいよ良さそうです。うん、はい、はい、ではこのように生成が済みましたので、はい、すごいね、写しピンに移して完成としたいと思います。はい、その前にこの計量器にねこうやって移しちゃいましょう、うん、はい、おお、結構すごくない？色が濃いね。450、ビン足りない、うん、ギリギリいけるか、あの大きいのがあれ保存用やったんやけどはい、はい、でね、匂いに嫌な感じしないんですよ、癖がね、なくて、うんうん、ね、これさっきやったんだけど、実はあの皮をね、あの洗剤につけてなめしたんだけど、その時に取った油も、うん、あのセカンド B 級品としてちょっとやったんだけど、うん、びっくりしたよね、うんうん、匂いがなんか洗剤が入ってる時点でなんか変なんだよね、うん、匂いがした。だからすごいそのままやと全然匂いは変じゃないけど、うん、そういう変なのが入ると気づいてしまうというね、うん、これは大きな発見でした。ちょっとやって、はい、ちっちゃいのが、うん、これちっちゃい、はいはいはい、はい、よっしゃ、じゃあそれに蓋していこう、はい、うん、はい、なんかこの黄金の黄金の感じ、黄金です。まあ、たぬき油はその高知ではね、うん、万能薬と言われていて、はい、まあ、なんやろね、やけどとか、皮膚の関係、うんうん、美肌とか、うんうん、だと思うけど、うん、まあ、保存したの、塩漬けにして保存したのを、うん、なんかこう、舐めるっていう話も聞いたことがある。うんうん、はい、はい、じゃあ完成でーす。イエーイ。はーい、完成しました。パチパチパーチ。30g 1500円とかいうぐらい貴重なものと言われています。うん、では、これがこの放置してると白くこう固まってくるっていうことなのよね、うん、はい。はい。じゃあ今日は完成です。あれ、たぬき油を作ってみました。はい、はい、ふさちゃんどうでしたか？はい、すごくいろんな学びがあって楽しかったですそうやね僕もなんか意外と大変だったなと思って、うん、ねえ、じわじわ油が出たりして、はいはいはい、まあたぬきを取るとこから含めたらそれは長いストーリーがありますんで、うん、まあよかったら他の動画を見てみてください、はい、はい、では皆さん、はい、バイバイ。バイバイ。ハリムラでした。またね。皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いしますそれでは皆さんまた明日お目にかかりましょう。青年よ、ビジョンいだけ。ハリー村長でした。サコでした。バイバーイ。バイバーイ。